俺の体はもうじき究極となる。カレラン分子分解酵素、それを使えばエネルギーの吸収が止まるかも。俺があいつを食い止める。ネオブリタニア号が接近し、分解酵素ガスを打ち込みます。すごい。カレラン分子消滅確認後、ゼガンとジードが出撃。発生した次元の裂け目に目標を追放し、作戦終了。俺の血を受け継ぎながら敵対する愚か者め。ベリアル、僕が相手だ。ちっぽけなカプセルのみ。一方、俺は全宇宙から凄まじい量のキングのエネルギーを集めている。今なお増大し、その差は歴然だ。ベリアル！に対し、ウルトラマンジードおよびウルトラマンゼロは敗北。謎のウルトラマンの登場により一時停戦状態となりましたが、
予断を許さない状況が続いています。もうレイタさんは無事？一命は取り留めたけど、ロイヤルメガマスターでも歯が立たなかった。リク、元気を出して。私たちはウルトラマンキングの力に触れた。だからきっと奇跡は起こせるはず。ゼロとレイトさんの努力を無駄にしないように、作戦は続行よ。うん。どうして、限界か。お前の苦しみもがく様を見たいと言っていた。何万年も果てしない時間、俺の受けた屈辱、絶望を、お前ら光の国の奴らにも味わわせてやる。ゼナ先輩、大変です。どうした？ウルトラの父のフォースフィールドが消えそうです。ベリアルが動き出す。作戦開始ね。うん、しててもどうにもならねえ。行くぞ、最後の戦いだ。融合、愛合、極み合、フュージョンライズ。決めるぜ、覚悟。ウルトラマンジード、プリミティブ。来たか、若きウルトラマン。また邪魔をする気か、息子よ。僕はジード、ウルトラマンジードだ。ゼガ、今だ。レッチングバースト。律儀だな。昨日の続きを望むか。光栄に思いなさい。私が見取ってあげる。エンドマークを打つのはお前じゃない、私だ。追放する気か。思い通りにはさせる。
とは僕がやる。この宇宙から出て行け。国に立てたでしょうか。メリアルさん、
ベリアルの役に立った。だから安心して消えなさい。ベリアルさん、私はあなたのおそばに。恐れられていたジードが人類を救ってくれました。終わったよ、ライハ。こっちも終わった。私の体は戻り、宇宙の傷も完治した。これからこの星の未来を担うのは君たちだ。すごい子ですね。ああ、本来の力はまだ秘められている。無限の可能性が。また会おう、若きウルトラマン。
ありがとうございました。あら、ありがとうございました。やっぱそれ気になっちゃいます？どっちもうまいですよ。ありがとうございました。お、どうしゃん見ようぜ、どうしゃん。見よう。よしよしよし、見よう見よう。もう大丈夫だ。やっぱかっこいいよね、ドンサイン。でも古いんだよね。え、やっぱり一番はウルトラマンジードだよ。ジードごっこしよう。おお、しましょうよ。し、怪獣。え、怪獣。見て、リク、君はみんなのヒーローになったんだ。せーの、ウルトラマンジード。平和も戻ったことだし、ここ出ていくんでしょ。はあ、しばらくいるよ。戦運送の修理手伝いたいし。ちょ、私もここに来た。自爆装置が作動しました。はあ、3分以内に退避してください。よし、壊そう。なんとか無事だったらしいけど。行っちゃうんですね、もう。ああ、ベリアルもいなくなってブレスも治ったことだしな。レイト、俺がいなくなっても頑張れよ。自信ないです。大丈夫よ、レイト君なら。また遊びに来てね。おお、もちろんだ。あ、ナユ、俺の子になってもいいんだぞ。ゼロさん、2万年早い。ああ、じゃあな。よし、果てしない運命を超えて未来はある。辛いことがあっても立ち上がり抗う、そういう力が僕たちにはあるんだ。合言葉はじっとしてても、どうにもならねえ。